思い切ってインサイドをついていきました。今度はテーブスカイだ、バスケットカウント、テーブスカイのバスケットボールカウント。今の選択はどうでした？そうですね、やはりこうなかなか滋賀のオフェンスがやや重たい感じでスタートしましたので、赤間選手非常にいいリバウンド受けてますよ。うん、木村は3ポイントも高騰、そして最後は長身クロフォードということになりました。その杉本が中、あ、カットした。滋賀ボールを奪って、さあ早い攻めに行く。ここはイージーバスケット、ファンブマが走っていました。ずいぶんこういろんな角度、いろんなタイミングから狙ったんですけれどもね、ちょっとうまく守られてしまいましたね。あ、ここはバスケットカウント。ケバールマ、シーズン取材に対してそんな風に答えてくれました。子供たちの見本にもなるプレーです。渋田、うわ、ここは柏村、まあ、自分の、ね、形で信じ続けて打つしかないですよね。柏村のスリーはどうだ、いやー、大事なとこでキャプテンが来たぜ。さあどうする、ダメな、あと5秒だ。外でコーナーで待っていた、テーブスカイ、来た、同点。テーブスカイ24秒、時間を、そうですね、滋賀のオフェンスの時間削られますよね、はい。ケバールマ、解説お願いします。ここでこうしっかり相手の前にねコースに入って体をコンタクトしていいドライブでしたよね。さあここからロスコアレンが行く、ファールでもいい、ロスコアレンのショットは、マーティン、マーティン、バスケットボールカウント、ガッツポーズ。さあ中、杉本、ここはうまい、いい合わせでしたね。ジョシュア・クロフォードのみということになりました。新潟、ブバは、ここはブバ、期待のテーブス海、輝いている。渋田のスリーはなんと、渋田ここで返す、杉本リバウンド、芝ブバに渡った、最後は勝利へのダンクか。シガレイクスホーム開幕戦を勝利で飾りました。